湘南 CX とは、神奈川県藤沢市、辻堂駅北口周辺の再開発計画、及び再開発後の町の名称。住所は、藤沢市辻堂館内1丁目及び2丁目。辻堂駅北口交通広場、開設当初の姿テラスモール、湘南留守湘南辻堂湘南 CE クロス、居住区関東特殊成功の本社工場跡地を、利用転換し、 辻堂駅北口を中心とした多様な機能を持つ都市拠点の形成を目的に整備が進められている。面積約25ヘクタール20人口2300人、就業人口1万人を想定。事業主体は UR 都市機構。並行して辻堂駅ホームの拡張、西口改札口及び古線橋の改築、南口駅前広場の再整備なども行われている。 辻堂駅は茅ヶ崎市民の利用も多いことや西口改札北側は CX 事業用地の生誕に位置していることなどもあり CX 事業には藤沢市だけでなく茅ヶ崎市も一部参画している2005年に公募され1675点の中から選ばれた辻堂 CX を修正したもの C はシティカルチャー C を表し点は クロスを意味する。また、クロスは、辻堂の辻につながり、シート、点で複合的を意味する、コンプレックスの頭文字、末尾文字でもある。ありがとうございます。